元ルディ前身は読売クラブから読売ヴェルディのずっとゴールキーパーとしてそのあとは日本代表まで務められてるということなんでもともとは中学校1年生の時にサッカーを始めてそれはもう川崎の街で1回戦で負けるようなチームのとこから始めて特にサッカーが好きでもなくとりあえずサッカー部入ろうみたいな感じで始めて。 中学卒業すると同時に2校上の先輩が「読売クラブっていうすごい強いチームがあるんだけどテスト受けに行ってくんない?」って言われて「嫌です」って言ったんですけどそんなにサッカーで何かしようっていう気はなかったのででも「一緒についていくだけついていってくれよ」って言われて先輩からはい先輩から言われてで分かりましたじゃあいいっすよって言ってテスト3日間あったんですねで3日間ついてって最終日の日に「君合格ね」って言われて。 その,人その人が怒って僕があの受かっちゃってそれでずっとそのまま何か知らないですけど1年生から試合に出させてもらってでそのままトップにも上げていただいてプロののもにも上げていただいてはいの読売クラブっていうのは当時からプロだったので、は。い あの要するに正力さんが、はいえー、野球だけじゃなくてサッカーも作れって言って、うん、もう J リーグはもちろんなかったですけども、はい、選手は1年契約だったので、はい、あのプロになって、はい、あの私の一つ上の先輩の津波聡さんってもうこの全日本代表でずっとキャップ数すごい歴史を積み重ねてきた先輩なんですけどもその方が前年にやはりユースからトップチームプロに契約して。はい 月万円しかはいはいでまあ年俸でいうと60万だとだから「お前は多分もっともらえねえはずだぞ覚悟しとけよ」って言われて契約に行ったんですよ僕そしたらその当時は A4 の紙に1枚の契約書紙切れ一1枚の契約書でパッて僕見たら「 24万って書いてあったんですよ。これとんでもねえことになってるぞと思ってじゃあもう早く三四度って当時の局長から言われて三四度も何も24万って数字見たさんにもうこっちが先にサインしますって感じでバーってサインしてありがとうございましたっつってトイレ行ってそれを見たんですよしたら年って書いてありまみた。い 僕は月24万だと思っててやったおい俺もう居ったぐれて反抗してでバーってトイレ2階のトイレ行って見たら年24万って書いてんだよ月2万かよみたいな津波より3万安いよみたいな18歳の時です初めてのプロ契約は僕2万円からスタートしてですけど当時の読売クラブは2階が6畳一間の寮になってて水道光熱費電話代 朝昼晩の食事代全部タダだったので2万円でも使うことがないんですよ読売ランドにずっといて遊園地はタダだし夏はプールはタダだし遊ぶのにも困らないしはいなるほどだからで先輩がいつもどこ行くにもご飯んおごってくれたし月2万円でも十分だったんですけどどのようにその後推移していくんでしょうか翌年翌年12万円になりました半分減ったんですか いや,いやじゃあ増えたんですよ。減った1万円だってどうすですか <laughs> もうやめてくださいよ。それ以上減らせ僕、月1万円だったらもう本当に、それは生活できい。や、月2万円でも生活できないんですけど。<laughs> はい それが月12万円に急にアップしました。アップしてだから、はい、あのユースからトップに上がった1年目っていうのは一応あのなんて研修期間というかそういう感じでクラブは捉えてたらしくてい前はまず1年間勉強するんだよという子だったみたいで 2> であの2年目からは12万円 1> 月12万円、はい、1試合勝つと6万円。あなるほど、はい、別のそのそ 報酬,部合報酬みたいなのが出るわけですね1年目から出てましたそれは1試合出場して勝つと6万円,6万円優勝すると100万円あなるほどっていうのは出てましたなるほど別になるほどだから僕あの当時あのすぐにあのトヨタタワセルっていう中古の、はい。 三十万円ぐらいで買って二年ローンにしましたもん。三十万円の車を二年ローンにして、で僕が常にあのそのヨミリランドの二階に住んでたんで、みんなを小田急線のヨミリランドとか慶応のヨミリランドまで送っていくっていう送迎役やってました。はい、二年ローンで三十万の車買ってました。で。 あのボーナスが入ってくるじゃないですか、ええ、だからボーナスの方がお金大きいじゃないですか、はい、でボーナスで入ってきてあのクーラーつけたんですよ、はい、クーラーついてなかったんですその車、はいはい、でクーラーをつけたら、はい、ダイナモが壊れたっていう、はい、<laughs> 何のためクーラーつけたんだよ俺10万も出してみたいな、ええ、車がお釈迦だよみたいななるほど